これからもしも大きな地震が起きたときにどのようにして緊急地震速報が届くのかをご説明します。今東日本大震災と同じ陸地から約 70km 離れた海域で大きな地震が起きたと仮定します。地震による波は早く伝わってくる P 波とその後に伝わってくる S 波があり、我々が大きな揺れを感じるのは後から来る S 波によるものです。この2つの波が伝わる時間差を使って緊急地震速報を伝えているのです。地震計が P 波を捉えるまでに約12秒、そのデータを約1秒で気象庁に伝送。気象庁は情報を解析し約3秒で震源地と大きさを推測。大規模な地震の場合、携帯電話会社に情報を約1秒で発信、各社からは1秒以内に情報を発信、この情報が携帯端末に届くまでに約3秒。つまりこれらの伝言により、早ければ地震発生から最短約21秒で皆さんのもとに緊急地震速報が届きます。その届くタイミングが S 波到達より早ければ早いほど揺れに備えた行動が取れ、被害を減らすことができると考えています。1秒でも早く地震の情報を伝えるために、地震に揺らがない国にする地震本部です。